マークスカイフマークスカイフはオーストラリアの元レーシングドライバー。主にツーリングカーレースやスーパーカーレースで活躍した。1980年代からカートレースでキャリアをスタートさせ、1987年からオーストラリアツーリングカー選手権及び 2000cc ツーリングカーで争われるオーストラリア2.0リッターツーリングカー選手権に日産ガゼールで参戦。 2.0ツーリングカー選手権のシリーズチャンピオンを獲得した。また世界ツーリングカー選手権にもこのマシンでスポット参戦した。以降もこのガゼールをドライブしたのをきっかけに日産車で引き続きオーストラリアツーリングカー選手権に参戦し、1991年からはスカイライン GT-R で参戦。この年来日し、全日本ツーリングカー選手権の最終戦インター。 テックにエントリーした。93年には自身2度目のシリーズチャンピオンを獲得したほか、世界ツーリングカーカップにも参戦。日産、プリメーラをドライブした。翌1994からは、ホールデンのマシンで参戦することになり、3度目のタイトルを獲得したが、翌年以降は低迷してしまう。1999年からは、スーパーカーレースに参戦することになり、 バージンオーストラリアスーパー,ーカーチャンピオンシップにホールデンから参戦する。この年はタイトルを獲得はならなかったが、翌2000年から2002年まで3年連続でシリーズチャンピオンを獲得した。1992年にスカイフがジム・リチャーズと共にバサーストで総合優勝を達成した BNR32 型のスカイライン GT-R。R スカイフはオーストラリアを代表する耐久レースとして知られるバサースト戦にも1986年から参加し参戦3年目の88年に日産 R31 スカイライン GTSR で総合3位を獲得し1992年にジムリチャーズと共にスカイライン g t r でバサーストを制したその後もこのレースに2011年まで参戦し 合計6度の優勝を達成した。2008年以降は、スーパーカーレースにフル参戦することはなくなり、スポット参戦するにとどまり、2011年のバサーストに出場後引退を表明した。引退後は、レース解説者を務めている。ありがとうございます。